ビクター・アルフォンソ・アルカンタラは、ドミニカ共和国サントドミンゴ出身のプロ野球選手。宇トを右ミギ現在は、フリーエージェント。2012年にロサンゼルス・エンゼルス・オブ・アナハイムと、契約して、プロ入り。契約後、参加のルーキー級、ドミニカン・サマーリーグ・エンゼルスで、プロデビュー。14試合に先発登板して5勝4敗。防御率2.13。 77奪三振を記録した。2013年は、パイオニアリーグのルーキー級、オレムオールズでプレーし、17試合に登板して2勝5敗、防御率7.47、48奪三振を記録した。2014年は、A 級バーリントンビーズでプレーし、27試合に、登板して7勝6敗1セーブ、防御率3.81。 117奪三振を記録した。7月には、オールスターフューチャーズゲームの世界選抜に選出された。2015年は、A 級インランドエンパイア6シクサーズでプレーし、27試合に先発登板して7勝12敗、防御率5.63、125奪三振を記録した。オフの11月20日にルール5ドラフトでの流出を防ぐために40人枠入りした。 2016年は AQ アーカンソートラベラーズでプレーし29試合に登板して3勝7敗防御率4.3079奪三振を記録したオフにはアリゾナフォールリーグに参加しスコッツデールスコーピオンズに所属した2016年11月3日にキャメロン・メイビンとのトレードでデトロイト・タイガースへ移籍した2017年マイナーでは 参加の AA 級、エリーシー・ウルブズとトリプル A 級、トレド・マット・ヘンズでプレイし、39試合に登板して1勝3敗、1セーブ、防御率3.62、73奪三振を記録した。9月1日にメジャー昇格し、5日のカンザスシティロイヤルズ戦でメジャーデビュー。この年メジャーでは6試合に登板して、防御率8.57、4奪三振を記録した。 2018年は27試合に登板して1勝1敗、防御率2.40、21奪三振を記録した。2019年は46試合に登板して3勝2敗、防御率4.85、24奪三振を記録した。レギュラーシーズン終了後の10月24日にマイナー契約でトリプル A 級トレードへ配属され、同日中に FA となった。 2020年2月21日にパフォーマンス向上薬のスタノゾロールの陽性反応が出たことによってメジャーリーグの薬物規約に違反したとして80試合の出場停止処分を受けた。シンカーを軸とし、スライダーまたはチェンジアップで三振を奪う。ありがとうございます。